LG エレクトロニクス LG Optimus L-05、ドコモウィズシリーズオ Optimus 8L-05、D, Series, it 05, D は韓国の LG エレクトロニクスによって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモウィズシリーズの一つ。o p t i m u シリーズでは珍しく日本市場のみでの投入となる端末で。 ドコモウィズシリーズでは、初めてのクシー対応機種でもある。防水端末だが、キャップのないマイクロ USB 端子、イヤホンマイク端子を採用しており、端子の奥に浸水しない、止水構造になっている。メインカメラは、有効画素数820万画素、サブカメラは、有効画素数32万画素。メインカメラの主な撮影機能として、明暗さの激しい場所でも、 露出の異なる3枚の写真を瞬時に撮影、合成し、美しい写真を撮影できる HDR 機能やシャッターを押した瞬間から0.25秒間隔で1秒、前まで遡って撮影できるタイムキャッチショット機能、動画撮影中でも静止画撮影ができるライブスナップショット機能を備えている。操作面ではメーカーサイト LG スマートワールドへの無料会員登録により、 季節やイベントに応じたデコメ絵文字が自動で追加配信されるデコメダウンローダーや文字と絵文字を同時入力できる絵文字クイックを搭載。また、現在地情報から近くのカフェやショップ情報が確認できるほか、街で気に入ったファッションをチェックし、その服の情報を検索できる無料アプリ、スタイルナビをプリインストールしている。さらに、オン、スクリーンフォーン搭載により、 パソコンとワイヤレスで繋ぎ、L-05D を遠隔操作できる。また、ワンセグやお財布携帯といった日本独自機能にも対応しているほか、クシーにも対応している。さらに標準セットには、電池パックを予備用としてもう1個同梱されるほか、電池パック単体での充電ができる専用のバッテリーチャージャーも同梱される。ただしモバキャス、置くだけ充電には対応していない。 ありがとうございます。